皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、11月の12日、朝の10時23分、本日もヴィッセル神戸側で、勝ちに行きます。世界のルールは、本日です。ヴィッセル神戸に早めの失点、5失点はなし。ヴィッセル神戸の試合が終わるまで私は遊びません。本日何か頭の泳ぎたりはしますけども、それは遊んでることではありません。まあ、昨日の晩もね、睡眠時間が、まあ、4時間寝たかな、どうかなぐらいですね。まあ、それでも当然勝ちに行きます。もうシーズン終わるまで、あともう目と鼻の先ですんで、まあ、この辺踏ん張りどころかなと考えています。ヴィッセル神戸の皆さん、頑張って勝ちに行きましょう。あとは安全のお祈りはこちらの方でしておきます。以上です。